クエレイは、セガは,はじめによる漫画作品。少年少女が大魔術や格闘を駆使して戦う、新感覚ホラー漫画。ジャンルは一貫し、ノンストップ放課後大魔アクションと銘打たれている。月刊少年エースにて2005年12月号から2010年3月号まで連載された。また、月刊少年エース増館の ベースアサルトには2007年サマー号の創刊から2009年スプリング号まで本編の概伝や番外編が連載されていた。連載版開始以前の2005年には連載版とキャラクターなどの設定が一部異なる読み切り版が3月号、5月号、10月号に全3話で掲載され12月号から設定を一新した連載版が開始された。連載版の当初は 短期集中連載と予告されており、不安定な状態での開始であった。単行本は本編全12巻。最終巻では少年エース本誌では掲載されなかったエピローグが過失された。外伝の追加の章は全1巻。他に読み切りなどが収録された応募者限定サービスの霊館も存在し、その読み切り版が収録された霊館にキャラクター設定や 作者インタビュー、描き下ろしの落書き短編を収録したクエレイレイが一般販売されている。2009年5月時点でシリーズ累計発行部数は200万部を記録している。2008年10月よりテレビ屋にメカされた原作の前日端を描いている。なお、タイトルのクエレイは本来ならクエニーかという読みがなく編集者からも当て字だと思われていたが、 実際は作者が上と勘違いしていたために修正もできず使うことになったというエピソードが単行本題11巻後書きで語られている。2014年には同じ作者による漫画東京 ESP のアニメ化を記念し本作とのクロスオーバー漫画東京 ESP クエレイの制作が少年エース同年2月号にて発表され、 同年3月28日より、コミックウォーカーにて、毎月連載されている。2、村剣タスクは、霊が見えること以外は普通の男子高校生だったが、ある日巨大な霊獣を刺激して、悪霊をほふる、少女、ドグウカグラと出会ったことから、機密機関、対策室に入り、妖怪や悪霊と奮闘することになる。声優はアニメ、クエレイマイナス霊でのもの。テレビアニメ。 クエレイ -0 のみに登場するオリジナルキャラクター。全員とも第1話のラストで死亡する。テレビアニメ版東京 ESP でも活躍が描かれている。東京 ESP のテレビアニメ化を記念した東京 ESP とクエレイのコラボレーション作品。原作者のセガははじめによる公式な内容であり、両作品の世界観が同一であることが明かされている。 2008年10月から12月まで、クエレイナス -0 のタイトルで独立 UHF 系列他にて放送された。2010年5月からは BS11 にてディレクターズカット版が放送されている。全12話、キャッチコピーは愛する者を愛を信じて殺せるか、原作の過去の世界が物語の舞台となっている。そのため、アニメにおいて、 光選とカグラが主役を務めている。第1話放送時まで、公式ウェブサイト上及び各アニメ雑誌においても、防衛省、調子全災害対策本部特殊戦術隊、第4課の関税トールを中心として、シナリオが展開されていくと報じられ、それに関してのスタッフの座談会が、公式ウェブサイト上に掲載されるなど、視聴者に大きなフェイクを仕掛けた演出と構成が図られていた。 実際には、トールたちが所属する第4課のメンバーは、第1話ラストで全員死亡し、入れ替わりに第1話に、読み、第2話に、カグラたちが登場し、それからは、光線とカグラを中心とした話が展開された。第3話放送後には公式ウェブサイトも、光線とカグラをメインとしたビジュアルに変更された。本編導入の脚本構成のみならず、公式サイトのフェイクまで用意した仕掛けは、 国内の映像作品、特にテレビアニメーションでは非常に珍しい例である。首都圏外郭放水路、大谷採石場跡、摂生国史跡をはじめ、東京都内の市街地などロケ班が徹底して行われており、エンドロールには管轄する公共機関がなお連ねることもある。主題歌一部のエピソードにはオープニング主題歌がない。挿入会歌の曲のほとんどはクエレイマイナスレ イメージソング集、ゆり、ムコロッケに収録されている。ATX では、無修正版での放送だったため、視聴年齢制限あり。DVD 化の際に作られた、ディレクターズカット版のテレビ放送は、BS11 が、初のケースとなる。クエレマイナスレイ超自然災害ラジオ対策室の、タイトルで2008年10月18日から2009年6月27日まで。 毎週土曜日22時から22時30分にランティスウェブラジオにて配信していた全37回パーソナリティは水原薫、千原美里、白石みのるコーナーパーソナリティはプロデューサーの伊藤敦未配信部分は本作品の DVD 限定版の封入特典 CD に収録2009年6月よりアニメ本編とともに ラジオがウェブヌータイプにおいて第1回から最終回分まで配信されている。以下のコーナーが設定はされているが、そういうことはほとんどなく、実質的には近況報告、フッツオタ、アニメ業界なんでも相談コーナー、曲紹介のコーナーで成り立っている。表題に書かれている英文は以下の通りである。2009年3月末発売分までは、発売元はランティス。 販売元はキングレコードである。2009年4月発売分以降は、発売元はランティス、販売元はバンダイビジュアルとなる。DVD はテレビ放送版から修正、追加を加えたディレクターズカット版。初回限定版、通常版、レンタル版があり、各館 DVD の映像特典にロケ版映像が収録されている。 また初回限定版にはロケハン映像を保管するロケハンスチールブックとサウンドトラックラジオの未配信部分を収録した CD が各館付属する。2010年には BD ボックスとライブ DVD の発売が予定されている。発売元は角川書店、販売元は角川エンタテインメント、レンタル販売元はクロックワークス、クエレマイナスレータイに関するカテゴリー、 ありがとうございます。